皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのやすんです。今回はバッグのつっつきを覚えるための手順についてやっていきたいと思います。今回は初心者向けの内容となっています。バッグのつっつきというと、下回転に対する返球方法の基本的な技術になります。つっつきというのは試合でとても重要な技術で、試合っていうのは下回転から始まることがかなり多いと思います。その中で、下回転に対する安全な返球方法を覚えるということは、試合を優位に進めるために重要なポイントになってきます。特に初心者の方だとレシーブから強く打ったりということは難しいので、まずは確実にツッツキをできるようになるということが重要になってきますので、しっかりと話を聞いてください。ツッツキができないと、まずは試合で勝てないと言っても言い過ぎではないと思います。ツッツキができなくて試合で勝てる選手はいないということになってきます。ツッツキというのは次の攻撃につなげたりとか、下回転に対してミスをしない返球方法、相手に攻めさせないなど、こうツッツキという技術一つで試合の中でいろいろな要素を持ったテクニックになります。特に次の攻撃につなげるためのツッツキや相手に攻めさせないためのツッツキなど、幅広く使い方があるんですが、まずはこの打ち方というところの基礎がとても重要になってきます。ですので、これからツッツキを覚えたい方、ツッツキの打ち方に自信がない方、自己流でツッツキを覚えたので、不安になっている方っていう方は、ぜひこの話を聞いて今一度自分のツッツキの打ち方っていうのをしっかりと確認してみてください。ツッツキの一つ目の手順は、小さな前習いをしてください。この小さな前習いですね、このラケットがちょうど一つ分から一つ分強ぐらいの大きさで小さな前習いをしてください。ここでこうやって小さくなる必要はないので、こう伸ばさずに普通にこう小さく前習いをするくらいでいいので、まずはこれを小さく前習いをしてください。でこの前習いの形が、ツッツキを覚える上でとても重要になってきます。2つ目の手順は、前習いの中でスイングということになります。これはどういうことかと言いますと、この小さな前習いをしたこの空間、この手と手の間の空間に注目してみてください。この空間の中でまっすぐ空間からはみ出ないようにスイングするということをやってください。これはなぜかと言いますと、この空間から出てしまうと、例えばこちら側に出てしまうとカットのような動きになります。これは回転をかけることには適しているんですけど、すごく大きなスイングになってしまいます。でこれで大きなスイングになってしまうと、打球が安定しなかったり横回転が入ってしまったりしてしまうので、こちらからツッツキをスイングするというのはおすすめではありません。逆にこの枠のこちら側、右側に出てしまうと、今度肩をこう張った状態でツッツキになるので、ここに力が入ってしまいます。でなおかつこう体の前よりコントロールが難しいので、回転をかけたりとか安定させるということが難しくなります。なのでしっかりとこの前習いの枠の中でまっすぐ突っつく、こっちを向いていればまっすぐ突っつくということを意識してやるようにしてみてください。でこの時のポイントなんですけど、ちょっと絵が下手で申し訳ないんですけど、ボールの捉える位置なんですけど、この斜め下、自分の手前側の斜め下をつっつくようにしてください。この図ではこうやって見た形です。ここでそこを擦るようにしてしまうと、ちょっとしゃくり上げてしまうような動きになってしまうことが多いので、上に浮きやすくなってしまいます。逆にこの手前を擦ってしまうと、飛ばすような形になってしまうので、今度は安定せずにまたちゃんと下回転で送るっていうことが難しくなってしまいます。ですので、このボールの斜め下をこう擦るということをしっかりとやってください。この前習いの中で
ボールの斜め下をこする。これは今のようにこう一人で素振りでやってもいいと思います。一人で球をつきながら練習してもいいので、この前習い中でスイングする、まっすぐスイングするっていうのを崩さないように、今だったらこっちを向いているので、この中でまっすぐまっすぐスイングしてやるということをしっかりとやってください。では実際にツッツキをやっていきたいと思います。